いやこれすごいな、大阪湾が一望できるということで、はい、皆さんこんにちは。これ今大阪メトロのコスモスクエア駅に来てるんですけど、今回なんですけども、大阪メトロ中央線近鉄京阪奈線の直通列車に乗ってきたということでね、今回やっていこうかなと思ってます。コスモスクエアから長田までは大阪メトロ中央線が走ってるんですけども、長田から学研なら富ヶ丘までは近鉄京阪奈線が走ってるんですけどね、直通運転をしてるんですよね。このコスモスクエアから学研なら富ヶ丘まで1本の列車で行けるということでね、今回はその直通列車に乗り通していきたいなと思っております。はい、それじゃあ今回こんな感じでやっていきたいと思います。よろしくお願いします。コスモスクエア駅ね、めっちゃ久々に来ましたね。大昔ね、なんか一回来たことあるんですけどね、その時もなんかこんな大阪湾のね、こんな綺麗な景色が見えてね、良かったなという感じなんですけど、久々に来たらやっぱりいいですね。はい、こんな感じになってます。結構ね、こんな大きい感じの、まあ、タワーマンションとかもね建ってるということで、はい、なかなかいい感じのところですよ。はい、そしたらね、早速駅の方へね向かっていきたいと思います。コスモスクエア駅のね駅構内にやってきたんですが、こんな感じになってます。一応このコスモスクエア駅は中央線とニュートラムね、どっちも、ね、乗ることができるんですよね。向こう側がニュートラムですよ、中央線はねこっち側なんでね。はい、こっちから入っていきたいと思います。大阪メトロ中央線コスモスクエア駅のホームにやってきたんですけどね、こんな感じになってます。一面二線のね、なかなか綺麗な駅ホームですよね。で、大阪メトロ中央線もね、一応ね、これこの先なんか延伸計画っていうのがねあるということでね、ちょっと線路続いてる感じしますよね。で、ここもね、昔はなんか OTS って言って、大阪港トランスポートシステムとかいうのがね、そんな車両も走ってたんですけど、今はもうない感じですね。はい、というわけで早速列車やってきましたね。この学研なら富ヶ丘行き、車両がこれ近鉄の7000系車両ですね。総合直通運転してるんで、まあ、近鉄の車両もやってきます。大阪メトロの、ね、車両ももちろん走ってるんですけど、いや、この行き先表示のところはね、学研なら富ヶ丘ってね、駅名が長いんで、ね、めっちゃ方向膜キツキツみたいな感じになってるんですけど、はい、そしたらね、早速乗っていきたいと思います。近鉄7000系の車内こんな感じになってます。4ドアの、まあ、オールロングシートですね。
列車ね、長田駅に到着しました。先はね、中央線走ってたんですけど、ここから近鉄京阪線にね、入っていきます。
はい、というわけで終点の学研なら富ヶ丘駅に到着しました。学研なら富ヶ丘駅ね、こんな感じになってて、この先は行き止まりになってます。いや、それにしてもすごいですよね。発車した時はね、大阪港やったんですけど、こんな奈良県のね、山奥の方っていうね。いや、すごいですね。あ、そしたらね、駅の外の方出ていきたいと思います。はい、というわけで学研なら富ヶ丘駅のね、外の方で来たんですけど、駅前こんな感じになってます。はい、わりかし綺麗ですよね。で、向こうにはね、イオンモールかなあります。それじゃあ今回ね、大阪メトロ中央線、近鉄京阪線直通列車にね乗ってきたんですけど、皆さんいかがだったでしょうか。いや、そうですね、あの出発した大阪港かな、コスモスクエア、あんなね大都会のところからこんな奈良県のね山奥のところまで来るってなかなかすごいと思いましたし、やっぱりめちゃくちゃ速かったですよね。近鉄京阪線第3機場周年ではね、最速の速度って言われてますから。いや、あれも面白かったし、やっぱり景色の変化がね、はい、めちゃくちゃ面白いなと思いました。はい、皆さんもね、機会があればぜひね、この大阪メトロ中央線、近鉄京阪線の直通列車ね、乗車してみてはいかがでしょうか。はい、そんな感じで動画を終わりたいと思います。ありがとうございました。We'll be right back.